私は日本人ですが少し漢字で困っていることがあります。この悩みを抱えている人は私だけではないはず。もちろんメールやチャットを書くときに正しく変換することはできますから日々の生活で困ることはありません。でもいざホワイトボードに書かないといけない時 手紙を手書きで書かなければならないとき、あれどうだったかなということが増えてきました。小さい頃あんなに書いて覚えたのにとほほ。それは漢字はわかりますが難しい漢字を書こうとすると正しく書けないという悩みです。原因ははっきりしています。 コミュニケーションのの習慣の変化です。スマホやパソコンでメールが送れるようになってまたやり取りの中心がチャットになって少しずつ難しい漢字の形を忘れていきました。どうしたらいいでしょう習字をしたり学生みたいに感じ取れるでしょうか日本人ですが、 漢字のことで困っています。